はい、今日は東京モーターショーに来ています。はい、こちらのファーステイブースから東京マウスミーティング行っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。拍手足りないよ。拍手足りないよ。今日4ステージ目ですね。はい、4ステージ目ですね。はい、自己紹介お願いします、はいはい、まず私から今回 のブースでモーターショーを出展させていただいてますファーステイ株式会社の代表の宮下と申します。よろしくお願いします。父ちゃんは天然パーマという YouTube チャンネルで、家族で、ね、車中泊旅をする動画をアップしています。今日は一応 YouTuber として出演させてもらうことになりました池さんです。よろしくお願いします。お願いします。何が聞きたい？何が聞きたい？僕ね、このね、カーステイが貸しているような、はい、ハイエースのワンボックスを使って旅をしているんですけども、はい、僕はライフスタイルが軸にあって旅の道具として手段として、バンライフって車中泊旅をやっている。それを、動画にして YouTube で、公開しているっていうことをやらせてもらっている YouTuber です。はい、何話そうかね、宮下くん。今回あれですよね、うん、テーマがこのバンライフですよね。バンライフって聞いたことありますか？バンライフ、はい、昨日の夜知りました。昨日の夜フレッシュ、はい、ありがとうございます。今、インスタグラムで、はい、ハッシュタグが630万くらいハッシュタグになってまして、うんうんうん、数でいうと Airbnb ってハッシュタグが300万台くらいなんです。エアビーよりもエアビーの 1.5 倍くらい、はい、去年1年前は同じくらいだったんですけど、うん、ここ1年くらいで1日1万件くらい登録されてて増えてるようなこれなんですけど、まあ、今まさに池さんがやってらっしゃるような、はい、車でこう旅したりとか、まあ、普通のドライブだけじゃなくて、なんかその車での滞在を通じてもっと旅も暮らしも働き方も豊かにするみたいな概念っていうのもバンライフ最近ありますね、うん、はい。一番ムーブメントのさ最初作った人って誰、はいはい、かそうです。ちょうどこの本がまさにそのバンライフのきっかけと言われてまして、うん、これ2013年に出た本なんですけど、フォスター・ハンティントンさんっていうアメリカ・ニューヨークのラルフ・ローレンのデザイナーの方が出した本で、それまでいわゆるバンライフとか車中泊みたいな方で結構どっちかというとヒッピームーブメントの延長線上で、なんかまだそんなにマジョリティ、メインストリームの人がやるような、うん、文化、カルチャーではなかったんですけど、うんうんうん、この本書いたフォルター・ホサ・アンディントンさん、まさにもうあれバキバキのスーツみたいな人が、もういきなりこう必要なものだけ、最低限の荷物だけバンに詰め込んで、うん、っていう生活の方が豊かじゃないかという、まあ、ミニマリズムの始まりみたいなんですけど、そういうのを唱えて、でこんななんかいろんなちょっとおしゃれなバンのなんか写真とかを含めて、うん、本とかブログで紹介して、でこの本のサブタイトルが両方モンザロードというので、あなたの家はあなたが車を止めた場所なんだっていうので、こう一気にこれいいじゃん、うん、っていう流れが来ての今です。なるほどね、はい、俺が小学校の時にもホームオンザロードのおじさんたちがいたんだけどその人たちとは違うのかな。そうです、ホームオンザロードのおじさんとも、まあ、ちょっとなんか、うん、タイプは違うかもしれないですね。そうね、はい、ね、犬飼っててね、はい、ジョンって呼んでたからね、ジョンおじさんって呼ばれてたんだけどさ、はい、荒川の土手にいたんだよね。あ、オンザロードじゃないね。オンザロードではないね、ロードじゃない、ね、土手だったね。土手なんじゃ、その人たちとは違うよね、はい、ちょっとはっきりしとかないと。ちょっと違います、はい、そうですね、はい、そうだね。結構なんかバンライフちょっと広くてですね、うん、なんかニューヨークとかのシリコンバレーとか、うん、なんかハーバードとかボストンとか、いわゆるなんか高学歴の人たちで、うん、だけど地価が高いじゃないですか、ああいうその大学とかスタンフォードとか、はいはいはい、なので年収なんか1000万とかあっても家に住めないらしいんですよ。 1DK 借りれないみたいな、っていうくらいのアッパーサイドのアメリカの人たちって今キャンピングカーに住んでるんですよ。なのでちょっとその日本でいうホームレスのちょっと広い番でいいかもしれないですけど、そうかもしんないよね、はい、じゃあもうキャンピングカーで住んじゃって、うんうんうん、そしたらなんか結局でそこで仕事しちゃえば奥さんとも一緒にいれるしみたいな、うんうんうん、っていうなんか面白いですよ、なんでバンライフっていう。なるほどね、はい、まああれだよね、これだっていうものではないってことだよ ね、ライフスタイルだから、はい、はい、そうです、はい、なので、まあ、そういうちょっとなので日本でも中心にこうバンライファーって言われる人たちがここ1年くらいでこう増えてきてるんですけど、うん、普段あれですよ、どのあたりでやってらっしゃること多いのか。僕ね、
僕の車中泊の旅のスタイルは一応ね、僕なりのちょっとポリシーがあって、まずね、道の駅で泊まらないっていうスタイル、それから、車中飯をやらないっていう2つの車中飯っていうのは車の中でご飯作って食べるっていうのも今のバンライフはね、少しムーブメントなところがあってすごく流行ってるんだけど、実は僕はこの2つをやらないっていうポリシーを持ってやっていて、で1つは、まあ、僕たち東京に暮らし東京で働いてるわけじゃない、ってことは毎日毎日人がいっぱいのところで生活していて、それで旅に出た先も人気の道の駅とかになっちゃうとさ、すげえ台数で車止まっちゃっててせっかく旅行ったのにその先がまたさらに人いっぱいっていうのはちょっとこれ本末転倒だなっていうところも、都会の喧騒受け入れてないやんね。そうなんだよ。でその中でさらに今ちょっとね話題になっているマナーの話だとか、いろんな問題点も実はやっぱり人が集まるところにはどうしてもトラブルが起こるっていうのは仕方ないことで、やっぱそういうところで僕のライフバンライフスタイルはやりたくないなっていうのがあるので、主にビーチ、うちはねビーチオンザビーチですごくやるのが好きです。で今時のビーチってだいたいねトイレも何だったらシャワーもね、サーファーが来るところに限ってはあるので、はいはいはい、そういうところを使う、すると目が覚めたらすぐ海に入れるの。なるほど、いつもサーフィンやられます。そう、はい、うちはね、サーフィンとかスキー、スノーボードっていったアクティビティが軸にあって、はい、それをするための手段としての車中泊旅なので、はいはい、なるべくそこに近しいところに泊まりたいんだよね。なんか宿泊まって朝ごはん食べてたらもう波なくなっちゃったよみたいなさあるじゃない。もうね、そう、同じスキーやっててもさ、まあ僕たちはパウダーっつって振り立ての雪を滑るのが好きだから、もう朝一にはスキー場行きたいな、何さ、ご飯食べてたらさパウダーなくなっちゃったよってなっちゃうから、だったらもうそのすぐそばに泊まって寝泊まりして起きたらもうそこがまさに僕たちのフィールドになるっていう、その考え方で、まあ、効率を良くするっていうところから始まったのが僕のバンライフですね。で今から大体僕ね車中泊歴20年なんです。はい、サーフィンを始めたのと同時に車中泊っていう旅のスタイルを始めたので、当時ねやっぱり朝一でどうしても海入りたかったから、じゃあ車の中で寝ようよ、はい、で最初、ステーションワゴンだったんだけども、はい、これきついわっつってでワンボックスになってっていう流れ、はい、で結婚して子供が生まれても、はい、ライフスタイルが変わらないから遊び方が変わらなくて、うん、じゃあ子供たちも一緒に連れてって泊まればいいわ、はい、あ、なるほど。結構一人とかなんか夫婦とかでやられてる方多いですけど、ご家族でってなかなかないですよね。そうね、はい、彼らももう 目が覚めると海だからさ、すごい喜んでくれるし、で父ちゃん海入ってる間もうずっとビーチで砂遊びとかが朝の6時から始まります。最高です、ね、長い長い、昨日の日が昇って昇るとともにそう、はい、カメハメハ大王と同じリズムで生活するからさ、めっちゃいいです、うん、なるほど。そうなんです、僕はそういう形でバンライフって、はい、今ね僕らは本当車中泊って言ってました。本当にここ数年にこう湧き上がってきた、はい、盛り上がってきたキーワードがバンライフ、はい、なるほどですね。結構もうなんか言葉は最近ですけども、実際そういう意見のみたいな形でやってらっしゃる方っていらっしゃるところですよね。実はね、さっき宮下さんが話した通り、はい、ヒッピームーブメントって ヒッピースタイルのライフスタイルの人たち、はい、ね、いわゆるカウンターカルチャーって言われた、うん、あの時代の人たちから始まったって言われてて、実は僕19歳の時にカリフォルニアに住んでたことがあって、はいはい、その時にグレートフルデッドっていうバンドのコンサートに行ったことがあるね。それってもうヒッピーのカリスマみたいなバンドだったんだけども、はい、そこにアメリカ中からワーゲンの T2 に乗ったヒッピーの人たちが、ワーゲンのねワンボックスのバス、かわいいバスね、はいはいはい、あれで乗った、ワーゲンバスって言われる、その通り、はい、あれでねアメリカ中からそのコンサートに来るヒッピーの人たちがいたのね、デッドヘッズって呼ばれてたんだけど、はい、その人たちが僕の中ではバンライフ の原点なんだけども、はいはい、彼らってそのグレートフルデッドってアメリカ中をずっと転々としてツアーをしてるの、アメリカでっかいからさ、はいはいはい、それをねずっと追いかけてるの、バンで生活しながら。面白い、キャラバンですね。そうキャラバンだよね、はいはいはい、ずっとだよ、1年中っていうか数年単位でずっと彼らと一緒に移動してるの、はい、ガチな追っかけですよねものすごいガチで、車の中で生活をしながら、
その、ね、あのバンドって、コンサート会場で物販 OK なの、誰でも。なるほど。あのキャラクターとかは完全にオープンにしてて、それ使って物販していいですよ、はい、だから彼らは今のバンライファーはネットで稼ぐでしょ、はいはい、彼らは物を作ってそれを売った収益源で生活をして、はい、また次のコンサートへ移動してっていう、はい、そういう人たちがいたんだよね。僕が一番最初に感化されたのが、はい、そのグレートフルデッドを追っかけしてたデッドヘッズって呼ばれるヒッピーの人たちで、なるほど、うん、こんな生活をしてみたいと思った、はい、なんか豊かですよ。豊かだった、はい、すごく豊かだったから、はい、もうね、まあ、そもそもねラブ&ピースを本気で信じてる人たちだったから、もう誰でも受け入れてくれるようなね、アメリカ住んでたことあるからさ、そういう人たちいたでしょ、はいはい、本当に、はい、そうですね。なんでこの人こんなにラブで平和なんだろうってさ、ね、あんな人たちがいっぱいいて、でそういう人たちと一緒に関わっていく中で、僕もこういういわゆるミニマムな生活の中で、はいはい、自分が好きなもの、やりたいことだけをして生きていけるんならば、こんな豊かな人生ないよなっていうのを19歳の時に一回見たんだよね、はい、でそれがずっと大人になっても残っていたっていうか、引きずってこんな大人になってしまいまして、その19歳の出会いによって19歳ホームステイした家がねヒッピーだったの。なるほど、めちゃくちゃ大きい、はい、ホームステイした家族がヒッピーだったっていうね、そういう出会いがあって、まあ、なるほど、そこで僕は今これに至るという。いかがですか今の話。はい、ありがとうございます。いやでもなんか好きなことをして生きてるという意味では、私もすごい好きなことをして、うん、多分仕事も大好きだし、そうだね、うん、なんかすごい恵まれているなというか、うんうんうん、好きなことを仕事にして自由に、割と別に会社があるわけではないので、毎日いろんな好きな場所で仕事だったり、うん、遊びがちょっとお仕事になったりとか、はい、うんうん、そういうのがすごくあるので、なんかちょっと近いかなって。そうだね、似てるかなって思いました、うん、根底的な根本的な部分はきっと一緒だと思います、はい、だから僕たち仲いいんだと思うよ。その共通認識というか、そうね、共通項がすごく多いので、はい、ね、結構出会ったのも短いけども、はい、ぐーってこうみんなね、はい、引き寄せられた感じがするもんね、うんうん、ちなみに奥さんとかは、うん、その一緒にこうバンライフでその海で朝からみたいなのは楽しんで一緒に。これね、カップルでやるにしても夫婦にやるにしても、はい、ましてや家族にやるにしても絶対の条件なんだけども、パートナーがこれを気に入ってくれなかったら絶対に成立しない。こんな遊び方、はい、ちょっとピーってなるけど遊び方が寛容なサポーター様がいらっしゃる、うん、その通りです。素晴らしい、そういうふうに変換してくれた、はい、いや本当にだってそんなね、スペシャルいいかっていうとさ、やっぱり言っても車の中だからね、はいはい、すごく限られた空間の中で過ごすわけだから、はい、これを良しとしてくれるパートナーを見つけることが実は一番重要じゃないかなっていうふうに僕は思います、はいはい、ただそれが実現できるとうちみたいに家族全員でこれをやることができる、はいはい、うん、興味ありますか。すごい興味あります。なんかインスタグラムとかでも、はい、ハッシュタグでバンライフさっきおっしゃってたんですけど、はい、いっぱい出てきて、本当人気投稿の方とかから見ていたんですけど、はいはい、すごいもう綺麗な星空におしゃれなキャンピングカーだったり、はい、本当海辺だったり、うん、なんか普段絶対そこでは多分ホテルとか撮ってもちょっとまあ海からはやっぱり離れてしまうし、はい、そうね、はい、朝起きたらすぐ海辺だったりとか、はい、なんかやっぱり私たち、まあ、女の子っていうか今インスタグラムとか流行っていて、うん、はい、絶対写真旅行に行く行こうで写真撮るっていうのが目的があると思うんですけど、はいはいはい、なんかそういうのにもすごく向いているし、はい、なんかそのまあ始めるきっかけはそれぞれみんな違うとは思うんですけど、はいはい、なんかいい場所に行って、はい、旅も楽しみつつ、はい、素敵な写真を撮ってなんかそういうのすごくやってみたいなっていうふうに思いました、はい、ひかりちゃんがさ、はい、バンライフやってくれたらさ、はい、あぐわって事故上がるからさ、ぜひやってほしいよ。そうですね、今のなんか10倍くらいになるかもしれないですね。でも多分女の子もみんなすごいハマると思いますね。女子だけで行っても楽しいと思いますし、そう思う、なんかその、うん、まあ、家族で迎えたりもいたし、はい、女性も増えたよね。最近増えてますね、うん、すごく増えてきて、はい、あのね、車上せ、あ、違えた、車で
旅をしてる人って昔からいたのよ、はい、本当に昔から日本一周してる人とか、はいはい、けどやっぱりねアウトプットする術がなかったので、はい、自己満足でっていうかね自分たちの中だけで完結してたところがあるんだけど、はい、今は世の中に発信できるから、はい、だからこうやってムーブメントが起きたりとかっていう、はい、今の時代の潮流にねうまく合ってきたんだなって。それはあります。やっぱり何より映えるってやっぱポイントじゃないですか、はい、で結構なんかキャンプで映えるのって結構難しいと思ってて、うん、なんかちゃんとギア揃えてテント立てて、うん、ちゃんと火もつけてやっと、うん、目玉焼き焼いてやっとって感じなんですけど、うん、バーライフ結構ピュッて移動すれば、うん、なんかその自然がもう映えたりとか、うん、はい、なんで割となんかそこのハードル低くていいっていうのはやっぱあるかもしれないですね、うん。あとね本当にね雨が降った時に勝ったなって思うのよテントよりもそうですよね、うん、そう大雨の中テント畳んでいる家族を見ると、はい、まだやってんのとか言って入れてあげたくなっちゃう、ね、そうじゃあこれからバンライフを始めようという、うん、まあ、方々に何かこう、うん、アドバイスとかあったら教えてください。なるほど。バンライフってさっき宮下さんが言った通り、うん、まず定義はない。これがバンライフってものはないんだよね。なので今持ってる自分の車でどうにかこうにか工夫して一回車で止まるっていうね経験をしたらいい、はい、たったそれだけで、その時それが楽しかったら続ければいいし、そうじゃなかったら違う遊び方がもう見つければいいと思うけど、これを知ったらハマるハマるするとさ、最初はちっちゃい車でやってたら、いや、 やっぱ足伸ばして寝たいよねってなって車が大きくなったり、やっぱちゃんとベッド作ろうよ、あるいは中にキッチンが欲しいって言って、だんだんステップアップしていく遊び方なので、とりあえず、うん、ともうやればいいと思う。ただただで、その時に、うん、じゃあ車がないんだったらカーステイでレンタルキャンピングカーやってるからね、こういうのを借りて始めてみるとか、そういうのでもいいから、一回そのすごく自由なスタイルの、うん、遊び方、宿泊をしながら遊ぶっていう、車を宿泊しながら遊ぶっていうやり方を体験してみると、その良さが分かってもらえるんじゃないかなって思います。はい、ステージ4ステージ4ですね、はい、バンライフについていろいろ僕ばっかり喋っちゃってすいませんね、僕ばっかり喋っちゃってすごく興味深い話で、はいはい、また今後もちょっと私も挑戦してみたいなと思いました。はい、はいはい、ではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Dude, that father is 10 and permed